中山競馬場第4レース3歳未勝利芝外回り 2200m 戦出走メンバー18頭の一戦です。今日最初の芝の競争となります中山。昨日だいぶ降った雨の影響がまだ残っています。芝はコンディション主という状況となっています。ただ今日はもうすっかりいいお天気です。中山競馬場 G1 デー日和と言いたくなるようないいお天気になってきました。外回りの 2200m 戦ちょっと15番のホームサシゲートの後ろ改めてゲートインをスターターが黄色い旗を振りました。15番のホームサシが少しゲートの入るところでうるさい仕草を見せていたんですが外枠からの発送となります。15番ホームサシ先に18番メタルクラフトが18番ゲート引かれて入りました。残っているのが15番のホームサシ。ホームサシが18番の隣のゲートに外隣り収まって全馬ゲートの中スタートしました。バラッとしたスタート7番ハッピータイムが後ろからかスタンド前内からじわっと4番南陽のサラが出てきます。追っていく8番ボールドステート2頭内からは3番グレートインディ12番ヤングローゼスも先段へつけていきます。拍手が上がります。13番白の組曲先段馬群の後ろ6番のブルーエンジェルスが追走しています。並ぶ10番バリルス内からは2番カドケウスが続いていって1コーナーカーブ中段馬群外目に16番タナサンブラック15番ホームサシです。1コーナーから2コーナー少し後ろを離して4番南陽のサラが逃げる展開リードを3馬身取ります。2番手には8番ボールドステートがつけました。3番手3番のグレートインディーの追走外回りの2コーナーカーブに向かいます。1馬身後方12番ヤングローゼスは4番手です。この後ろ2番のカルケウス13番白の組曲が続いていって内からは6番ブルーエンジェルス外回りの向こう上面へと出ます。中段前に15番ホームサシ残り1200を通過していってその後16番タナサンブラック内に10番バリスが並んでいます。差がなく18番メタルクラフト14番クリノクオンが続いていってその後ろ11番オセアジャーディン残り 1000m 通過9番ノアバラードが続いていきます。3、4馬身がいて後方より後方は4頭17番のプリマウェイが追走していって7番のハッピータイム外に1番のフォスティーヌ後方2、3投目外回りの3コーナーをカーブしていきます。7番のハッピータイム5番エレオノールが後方2頭という隊列となっています。3、4コーナー中間に向かいます。残り600を切って先頭2頭並んできました。4番の南陽のサラ8番ボールドステートこの2頭が引っ張る展開になって外に合わせていった12番ヤングローゼス4コーナーカーブ4番手外目からホームサシ接近していってさらに外を回るタナサンブラックにメタルクラフト4コーナーをカーブして直線内から2投目8番ボールドステートわずかに先頭に変わりましたがこれをめがけて12番のヤングローゼスが迫ってくる。外からホームサシタナサンブラック200を切って4頭差がなくなってきた。先頭粘る8番のボールドステート外から16番のタラサンブラックが一気に捉えた。2番手が接戦になる。16番のタラサンブラック抜けた。ゴールイン2番手は3頭接戦8番のボールドステート15番ホームサシこの間に12番ヤングローゼス2着争いは3頭で広がりました。3コーナーから4コーナー中段から馬群の外を回って押し上げた16番のタラサンブラック広がった追い比べ外から差し切りました。今日がデビュー戦北サンブラック3区16番タナサンブラック4頭の追い比べまとめて外から差し切っています。2着争いが接戦8番ボールドステート粘っていたところに外15番ホームサシこの間の12番ヤングローゼス若干体勢不利か。勝ちタイム2分16秒3上がりタイムゴールまでの 800m が49秒2 600m が36秒8と上がっています。この後お知らせがあります。お知らせいたします。中山競馬第4レースの
15番鳳凰武蔵は危険防止のため外枠からの発送といたしました。中山4レースその外枠からのスタートだった鳳凰武蔵も最後ボールドステートとの2着争いまでは追い込んできておりましたが、ただ最後16番のタナサンブラックはスーッと抜けていきましたね。強かったですね。北サンブラック3区で田中オーナーなのでタナサンブラックというね、はい、とても名前も覚えやすいかなというところもありますけども、見事今日新馬といいますか、未勝利戦ですが初出走で初勝利を挙げています。はい、ボールドステートが最後2着3着に鳳凰武蔵の順番ではないかと思います。4番人気、2番人気、3番人気です。単勝16番 9.3 倍、枠連48 16.6 倍、馬連8番16番 24.9 倍、馬単16番8番 44.9 倍、三連複8番15番16番 29.2 倍、三連単16番8番15番 196.5 倍です。お父さんによく似た大きな馬体でもありますね。タナサンブラックが見事デビュー戦を勝利で飾っています。確定までお待ちください。阪神